ZIZOKU ラディオ。はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。まさきオンザマイクです。いやね、今日は本当にですね、あいにくも雨です。もう6日間連続雨なんじゃないですかね。僕も思うことがあるんですけども、もう365日雨になっちゃえばいいと思いますよ。もう相変わらずのもう喋りっぷりはもうキレッキレでして、今日もここお茶の水のスタジオから生中継、生中継じゃないね、みんな YouTube を見ているわけなんだからっていうことでなんかラップっぽいなんか展開がたまんないですけど、まああれですね、今週はいろんなことありますけども、やっぱりワールドカップじゃないですかね。僕はね、はっきりと言っておきたいです。あの日本代表、こういうこと言うとね、ちょっとあの誤解があるかもしれないですけども、ちょっとね、みんなオーバーヒートしすぎですよ。やっぱりね、物事冷静に考えて、コートジボワールの方もいらっしゃるわけですし、ギリシャの方もこの日本にいらっしゃるわけですし、あとコロンビアの方もいらっしゃいますよね。だからね、もうちょっとね、こうなんかこう、うん、集団意識とかも俺あんま好きじゃないしねっていうことなんですよね。まあとにかくね、今週末パブリックビューイング頑張っていきたいと思います。さあ、今日はですね、先日行われました埼玉サイファー3のライブ音源の方を紹介したいと思います。まあ一応第2週目に分けながら紹介していくんですけども、まあ今日も即興喋りだからごめんね、ちょっと時々詰まったりとかするんだけど、でまあそれもね、いいところでありますでしょはい。で今回ご紹介するのはですね、カズマこと凱旋門レコーズのワンホースのライブ音源をフルでお届けしたいと思います。まあ、今回ね、彼は頑張ったからね、まあしばらく彼がライブをね、ちょっと休止をするわけです。彼の人生の中で、まあ、これからを考えて少し休止してみようと、でまたそれがね終わったらまた復帰しようと、そういう区切りのライブになりました。まあどちらかというとアッパーな感じではなくて、人を聞かせる、そういうカズマが今回見ることはね、できました。会場もねすごく評価が高かったので、まあこれを聞いてほしいと思ったのと、映像では今回伝えずに声で音で感じてほしい。あとこのライブの臨場感ね、たまらないから、ある意味こうアトラクションを見る、そういうこと言っちゃいけないね、ある意味ね、こうライブとして生き物だと思って、ライブっていうのは生き物なんだよね。それでは行ってみましょう。今回の埼玉サイファー3ワンホースライブ始まります。紹介しよう、ワンホース拍手ください。ひょうひょうひょう、ラップを始めたのは22歳になる時で、その頃は正直言うと全く何も考えずにラップ始めたというか、ただ本当にラップやりたくて始めて、25ぐらいまで正直何にも能天気にラップもやっていたし、なんか不安もなくラップやってたんですけれども、まあそこからやっぱりちょっと時間経ってくるとともに、やっぱ年齢もあるし、いろいろちょっと考えることもあって、正直去年は半年間多分こんなに人生で苦しんだことなかったと思うし、なんかそんな時にやっぱ感じることっていうのはやっぱいろいろあって、それは友達のこともそうだし、今まで生きてきたこともそうだし、すいません、ちょっとこのライブの時間だけはちょっと俺真剣に今日はちょっとやりたいなと思ってて、去年10月からまたちょっと動き出したんで、そこから8ヶ月経って、正直何も分からず、どうなるか正直分かんないけども、8ヶ月ちょっとひたすら走り続けてきたんで、ちょっと今日は区切りのライブということで、この時間はライブさせていただきたいと思います。西川口発、今日は埼玉サイファー3ということでライブかましたいと思いますので、よろしくお願いします。 PA さんお願いします。Yeah, ワンツーワンツー、よかったら聞いててください。西川口サイファー、気づけばどっぷり使ってしまった音楽20代全てを使ってきた表だ、自由だ、仲間と過ごした道路の上、時は経って居場所はノートの上、
アイデンティティ巡らし書いてるリリック、成果は地味で地道、耐えてる日々、今年も道に花が咲いてる二輪、巡りゆく四季関わない虹、辛さは楽しさにはかなわないが、状況は簡単には変わらないの、やめたいなんて思ったことは一度もない、なんて言ったら嘘になるがまた動き出す、失敗の旅味わうクズだってな、だが周りの笑顔に何度も救われた、すぐ慣れない崇高な理想現実、二度とないレーシング行こう前進な、その気にさせないでくれよもういい、問われるようだなドリームウォーキング、何もできてない当然のストーリー、残るものは何、ドリームウォーキング、そうだな、いろいろあったな、金名誉いや友情すは違うかな、隠せない気持ちが落ちずに残り、ただ好きなんだドリームウォーキング、人だかは気持ちには波がある、芯を捨てないことに本当に価値がある、俺にしか書けない歌詞がある、信じた修羅場くぐる価値上がる、明日は髪がかる6畳一間に生活費制作、未来への青写真明確に計画、詰め込まれた6年間のステータス、一度だけ落ちた汚れたブレーカー、焦げたフライパン挑み続ける毎晩、スライダー見たく変化できず切ないが、俺の武器は曲がらないことじゃないかな、自分に言い聞かせた出かけようサバイバル、小箱の中今宵は泣く閑古鳥、お客さん呼べずすまない装備、こんな時こそ気合入れかます、夜通し個性あふれる空間があるここにな、その気にさせないでくれよもういい、問われるようだなドリームウォーキング、何もできてない当然のストーリー、残るものは何、ドリームウォーキング、そうだな、いろいろあったな、金目よいや友情すは違うかな、隠せない気持ちが落ちずに残り、ただ好きなんだドリームウォーキング、やりたいよう生きてこれたおかげさまで、一生安心できるお金なんてねえが、前なわいなんてまっぴらごめん、そんな気持ちを歌詞へ込める音楽、これは間違いなく誇りと同時、正直何もなってないこの年まで、周りはかけがえないものつかみ出す、友人の結婚式2月4月師走、知らず知らず追い込まれるような感覚、分かってよ社会で言えば三角か×、名だたるあの先輩もついに道曲がる、夢を追った男の意志散らばる、次はもしかしたら自分の番か、環境が時として下してしまう判断だがな、何言っても言い訳になるなは自分へ問いかける、やるしかないんだな、その気にさせないでくれよもういい、問われるようだなドリームウォーキング、何もできてない当然のストーリー、残るものは何、ドリームウォーキング、そうだな、いろいろあったな、金目よいや友情すは違うかな、隠せない気持ちが落ちずに残り、ただ好きなんだドリームウォーキング、給料大半つぎ込むドリームウォーキング、サンプラービート打ち込むドリームウォーキング、リリックマイク吹き込むドリームウォーキング、作ったレコード CD 売り込むドリームウォーキング、失敗したワイブ落ち込むドリームウォーキング、だが今日も現場乗り込むドリームウォーキング、信頼する仲間寄り添うドリームウォーキング、もう誰一人落ちず行こうドリームウォーキング、ドリームウォーキング、なんか本当に恥ずかしい話です、話なんですけど、やっぱ音楽は俺にとってすげえなんか夢でもあったし、なんか本当に一つ一つやっぱいろんなことが叶うにつれて、正直すげえリアルな自分を感じてしまって、何にもなってないというか、そんな日でもこんな日もあるでしょう。外に出たわ濡れたアスファルト、水たまりあるが踏まず歩こう、宿題なは家に置いてきた、難しい問題解いていたが、外側薄い光が顔に当たり、や手は割れなくて飛び出たわし、昨日の雨が嘘のようだ、水色のそばに雲の多さ、太陽はあまり顔出さず、雨と風が残した後さわす道端、スズメが餌を探す、いつも過ぎるあの角曲がる、さびれた小さな商店街、左右よく見ながら通れば、大人たちが黙々と働いてよ、なかなか気づけなかった発見、うまくいかなくて焦った日、なんだかやる気が出なくてだるい、あるだろう眠気に負けた日、後悔もする情けない、
勢いだけ飛び出してみる。あまり考えずうまくやめた日、なぜだろう、謎だわけな旅。今日はこんなにも晴れた日、足元には馴染むランニングシューズ、膝に優しくて安心する。何気なく選んだデニムリーバイス、目の前にコートがテニス、いいな。心地よく響くワウィーの音、呼吸合わない二人の心。フェンス越えて飛んできたボール、投げ返すとくれたありがとう。小さな喜びを胸にしまいし、壁刻み込み夢にしない。揺れてる日の一期一会、実感するこの瞬間きっと生きてよ。次の地点現る十字路、どの道行こう、目をつむるじっと。俺は一体どうしたいんだろう、先はまっすぐだ今は曲がろう。うまくいかなくて焦った日、なんだかやる気が出なくてだるい。あるだろう眠気に負けた日、後悔もする情けない。勢いだけ飛び出してみる、あまり考えずうまくやめた日、なぜだろう謎だわけな旅。今日はこんなにも晴れた日、公園のベンチに腰掛ける、昔のことを思い出してよ。駆けずり回る子供たちが、俺も同じだったことも確か。ただただ良かった、あの年の頃は世間を知り、いつの間に大人。最近はなんだか苦しくて、なんとなくジャングルジムへ。てっぺんに登り回り眺める、逆に見られるとかなり笑える。井戸端会議、主婦がしゃべる、横では泥遊び使うシャベル。元気さにはかなわねえな、日の光が体を温めた。雲もなくなり空は快晴、少しだけだけど力湧いてる。うまくいかなくて焦った日、なんだかやる気が出なくてだるい。あるだろう眠気に負けた日、後悔もする情けない。勢いだけ飛び出してみる、あまり考えずうまくやめた日、なぜだろう謎だわけな旅。今日はこんなにも晴れた日。西川口サイファー、今日は、川口、埼玉サイファー3ということで、先ほどのマイクさん本当ありがとうございます。本当にちょっと今日はいろんなスタイルがあって楽しくやるライブだったり、ジュラマさんのようなああいう雰囲気のあるライブだったり、多分いろいろあると思うんですけども、僕もこの何ヶ月間はやっぱりお客さんとの反応っていうか、なんだろう、お客さんも一緒に楽しんでライブもできたらいいなっていうのを思って、ちょっとそういう部分も含めてライブやってきたんですけど、ちょっと今日はなんか 曲だけちょっと聴いてもらいたいなと思って、ちょっとやらせていただこうかなと思ってます。ちょっとあんまり明るい歌はやらないんですけれども、できれば本当に言葉の部分を聴いてもらえたら、トラックはもちろん本当にプラスで本当に聴いてほしいですし、自分が作ったものでもないんで間違いないものだと思うんですけれども、どちらかというとやっぱ自分の気持ちの部分というか、やっぱそれをちょっと今日は残していきたいなと思って、やっぱこういう機会なんで、今日見た感じなんかすごい真剣に見てもらえてるなという思いもあるので、聞いていただけたらと思います。挑戦していきましょう、いきましょう、次の曲。18現在青にさえながら考えてみる、人生が二度あるならば大学行くかな、意味を今なら見出せる。何も知らない17、8、意義がない勉強意味ない、今ぐらい世間分かってたな、はどうしてたかなっていたらば、眺めた時間は戻らない、刻み続けてきた物語、思えば不可思議なことばかり、やり直したいということじゃない、好きなよう生きてこうなり、ダメな部分含めて面白い、後悔とは違う感情、投げ出すほど先短くないだろう。何かを感じて生きてるんだ、そばに向かい叫んだチャレンジャー、破るようにめくるカレンダー、扉をこじ開けるチャレンジャー、なんだっていい前向いてるなら、俺も君も誰もそれもチャレンジャー、無謀だとしても諦めねえんだ、人は俺らこう呼ぶのさチャレンジャー、不安定なのは確かだが、明日から変えられるわけじゃない、それでいいきっとそれでいい、そんな心境の言葉届けてみる、俺も持ってるよ常に不安、それも乗り
り越えよう。夢に向かう理想が高いのか、夢に食らう悩むが期待で胸も膨らむ。仲間が悩んでるならば俺は言う、きっと大丈夫だから。やりたいよ、やった方がいいさ、すまん、その方法しか知らないんだ。思いがあるなはさじ投げるな、だが最後に出した決断、意見は言うが否定はしない、それが一番綺麗だしな。何かを感じて生きてるんだ、そばに向かい叫んだチャレンジャー、破るようにめくるカウェンダー、扉をこち開けるチャレンジャー、なんだっていい、前向いてるなら俺も君も誰もそれもチャレンジャー、無謀だとしても諦めねえんだ、人は俺らこう呼ぶのさ、チャレンジャー、人の数だけあるストーリー、乾きかけた喉潤し進む、風当たりはかなりハード、そんな時は当たりを見回そう。若い夫婦推してるベビーカー、育てるんだという責任感が感じられる顔つき、すぐに笑顔に変わるが見逃せない、色褪せない真剣な眼差し、親の気持ちはまだ分からない、いつかはなるのか、いやとりあえず己の環境に置き換える、学生会社員フリーター主婦、誰もがこの人生に向き合う、まだいけるなは君もチャレンジャー、わしく行こうアドベンチャー。何かを感じて生きてるんだ、そばに向かい叫んだチャレンジャー、破るようにめくるカウェンダー、扉をこち開けるチャレンジャー、なんだっていい、前向いてるなら俺も君も誰もそれもチャレンジャー、無謀だとしても諦めねえんだ、人は俺らこう呼ぶのさ、チャレンジャー。まあ、本当にいろんなことをやっぱ経験してきて、いろんなことっつっても多分自分の場合はすごい本当視界が狭い部分もあるんで、全然狭い世界の中で生きてきたことしか分かんないし、でもやっぱそれでも28年っていうのは結構重たい部分があって、やっぱそんな時から見えるものもあるんですけれども、多分今日ここに、まあ、特にその演者の人たちはやっぱり常にすげえ挑戦してるんじゃないかなと思ってます。アンセル君がサマソニー目指してって、俺すげえいいと思うっていうか、やっぱ目標があるってすげえやっぱ生き方すげえ変わると思うんですよね。俺は本当なんか去年は全然目標とかなくて、なんかチューブラリンだったというか、なんかで音楽がうまくいかないからってなんか他の方向に逃げてたっていうか、なんかそういう部分がすげえあって、自分でもなんかすごいそれが分かってて、なのにやっぱりなんかちょっとそれを少しでも前向きな方に捉えようみたいな感じで、なんかちょっと日記とかには書いちゃって、自分を苦しめた部分も正直あって、すげえなんかなんだろう、もどかしいなというか、すげえ情けないなっていう部分もあったんですけど、やっぱりその中でも、その中、その休んだ中で見えてきたものもすごいあって、やっぱり原点というか、やり続けるしかないなっていうか、すげえ思って、俺の場合は目標とかっていうのはちょっと正直具体的なものがないんだけど、やっぱりもう本当好きだからやっぱ音楽は作りたいなっていう気持ちがあって、やっぱライブも本当にライブでやっぱちゃんとお客さんとなんかしっかり見てもらいたいなって部分があって、ジオラマさんも最初にさっき言ってたと思うんですけど、自分の音楽聴いて何か受けて、それで上がってくれれば、俺もそういう気持ちでやってて、ちょっと暗い歌が多いかもしれないんですけど、自分の曲を聴いて前向きになってくれたら、俺はそれが一番すげえ幸せなことだなと思ってて、正直言うと全然ネガティブな歌を歌いつつも、全然自分がそれを受けてネガティブになるっていうのは、俺は全然曲に関しては好きじゃなくて、やっぱ俺はそれよりもなんか少しでもその暗めのところの中にも俺は前向きな言葉を入れていこうかなっていう気持ちがあるんで、なんかそういう部分を感じ取ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そうですね、ちょっといろんな人の今日ちょっとライブを見てすげえ思ったことがあって、タンピー君も実験を重ねてきたって言ったんですけど、俺も今ちょっとそのサードアルバムを作ってて、その実験を重ねていく中で、ちょっとやっぱりなかなか本当にうまくいかない部分があって、逆にちょっとその間にミニアルバムみたいなものをちょっと挟むことになったんですけども、やっぱすげえそういう悪い心理状態の中でできてしまった曲もあって、まああんまりライブでやる曲じゃないんですけど、ちょっとこの場だけではちょっと1曲やりたいなと思って、すげえ自分の中でも中途半端な気持ちだと思うんですが、1曲いきましょう。そのアルバム、ミニアルバムからお願いします。Thank you.
には時間がかかる。グローアップ、コツコツがスローガン、分かってはいるが、うおさおさ Q&A、 どうやろうか。不安と経験を積み重ねよ、ダメ立ちダンダを踏み暴れる。またか、時間の無駄すぎただけ、打ち負かせ吹いてる隙間風、立ちはだかるボーダーライン、越え方テキストにはのっちゃない、先回りしよう、オーバーワープ、オフサイドにかかる。 Oh my god、 神へ祈るか、先へ挑むか、お前はどうする、行くしかないだろう。よっしゃ、負けねえ、燃えるんだ、次はあの線越えるんだ。勝手に決めてたボーダーライン、視界が狭かったようだな、近づくとそこには何もない、消えたボーダーライン、だが見えてしまうボーダーライン、新色がいやそうじゃない、確かにあったが振り返ると消えていたボーダーライン、何があるんだろう、向こう側見たいんだ、ただそれだけ行こうか。しかし目の前を見落としがち、おろそかにしていたわ、急降下スローダウン、よくある話、俺も見事にはまる罠に空回りばかりのスランプ、揺らぐ余計感じる重圧、この現状どう乗り越えようか、要はやるかやわないか、ならば頭と体を駆使、編み出す方法、これは独自、自由な飛び方はイカモーグル、破片ですわ生かそうとする、吹雪の中を外したゴーグル、見える兆し、春がもう来る。勝手に決めてたボーダーライン、視界が狭かったようだな、近づくとそこには何もない、消えたボーダーライン、だが見えてしまうボーダーライン、新疲労がいやそうじゃない、確かにあったが振り返ると消えていたボーダーライン、ようやくこの山も頂上からの眺望、わかる状況、今までは見えてなかったが、先に沢に高い山があった、目標にたどり着くものの、落ち着くのは後にするよ、まだ全然だな、物足りない、ぐらついてるんだこの足場、もちろんここは通過地点、残念だが止まれば風化してく、弱気になることもある、錆びたが根っこは張り付いてる、確かだ気持ち切り替え出発、数字じゃ出せないものを収穫、思えばずっとそうだったな、見えてきたな、またボーダーライン、勝手に決めてたボーダーライン、視界が狭かったようだな、近づくとそこには何もない、消えたボーダーライン、だが見えてしまうボーダーライン、新疲労がいやそうじゃない、確かにあったが振り返ると消えていたボーダーライン。多分なんか本当に俺はこの曲を作って、なんか自分のそのボーダーラインみたいなところを打破しようとしてたんですけど、正直言うとすげえこの曲を作ったのが逆に本当にそこにハマってた時期というか、余計正直言うと自分の視界が狭くなってたような曲で、すげえちょっとこの曲をやるとちょっとその頃のことを思い出してしまって、ちょっとあれなんですけど、この曲がちょっと本当このライブで一回だけはやっていかないとなと思ってちょっとやらせていただきました。本当にちょっとあと一曲だけやらせていただくんですけど、まあでもやっぱ本当ふとした瞬間に思い出す人とかもいるし、もちろんそういう、まあ、家族のことだったり、もしかしたら好きな人だったり友達だったりで、今日のいる人たちは割とよく会うメンバーなのかなと思うんですけれども、やっぱその中でやっぱ俺はそれでもやっぱりなんだろう、正直すげえ冷たいこと言うと、やっぱ本当そういう本当ちょっと思い出す程度の人とかはだったりする部分もあるんですけれども、まあ、そういう人でも俺はどっかでやっぱり自分の人生を思い切り生きててくれたらなんかいいかなっていうか、それはすごいなんか温かい気持ちとかじゃなくて、なんかそのでもそうやって生きてたらみんないいんじゃないかなっていう、すげえなんか単純な気持ちで、最後やっぱ自分だけじゃなくてやっぱみんなそれぞれの道をスタートしていってほしいなっていう曲で、最後この場を聞く境にちょっとまたリスタートしたいので、最後の一曲いきましょう。最後はじゃあちょっと元気にいきましょう。Yeah! また動き出す動き出す 1HOSE Beats by Kavik We start また始まる新たな旅立ちを通せよ、初めての街を味わいたい、知らない世界が広がる、期待膨らむ展開がきっとある、
井戸待つして諦めるの、ひとまずいけ味が出る表、どれがベスト、繰り返すテスト、仲間とクエスト、その中で得る表、いつか切れるかなゴールテープ、走り出すここから勝負だよ、なくしたもの追いかけるよりは先掴む行動問いかけるのみだ、六畳一間の惑い、夢を語り音と遊び、やめられない、こんな生活次々に企む計画リスタート、今ここに立ってる、それぞれの道が先に待ってるリスタート、誰かと出会ってリスタート、進んでゆくだろうリスタート、応援なは歌ってる、それぞれの道を言わしてくれリスタート、ヒーロー次を再生リスタート、またここからスタート、できる限りのやっぱ人生を生きていくしかないので、思い切り思い切り今日も西口川口サイファーで、希望や不安溢れる街並み、揃うわけもない互い違いの足並みが、しかしとちまちま割り出した日、確かにいつの間にか輪になり育んできた味わいなし、一人じゃできないことを味わいたい、間違ってたって間違いなし、失敗恐れず磨いたらり落ちたりもちろんあったさ、だが仲間たちと笑いながら頭切り替えて出発収穫、前向きな感情揺るがずすぐやる覚悟ならばあるよアクション、経てリアクションあればガッツポーズ、少しずつだけど見えてきた数を切り開く、今日この先も熱そう We start、 今ここに立ってる、それぞれの道が先に待ってる We start、 誰かと出会って We start、 進んでゆくだろう We start、 俺なら歌ってる、それぞれの道を言わしてくれ We start、 ヒーロー次も再生 We start、 またここからスタート、言わずもがな父親の背中見て育ったんだ、言葉は下手だ、だけど行動が示してたな、今ならわかるひょそのでかさ、両親に兄弟調子はどうだ、すまないが俺なはこんな状態、ごめんひょやわせてくれよ君会社、今さらできないんだ We die out We start、 今ここに立ってる、それぞれの道が先に待ってる We start、 誰かと出会って We start、 進んでゆくだろう We start、 応援なは歌ってる、それぞれの道を言わしてくれ We start、 ヒーロー次を再生 We start、 またここから We start、今ここに立ってる、それぞれの道が先に待ってる We start、 誰かと出会って We start、 進んで行きたいんだ We start、 応援なは歌ってる、それぞれの道を言わしてくれ We start、 ヒーロー次を再生 We start、 またここからスタート。今日は西川口ハーツ、埼玉サイファー3、正樹さん本当ありがとうございました。そうですね、ちょっとまあしばらくちょっと今日区切りにしばらく休むわけじゃないですけど、あの678はちょっとゆっくりやっていこうかなと思っていて、まあライブもやるところはあるんですけども、まあ9月以降にまた新しいライブの形を見せるんじゃないかなと正直思ってます。今日はちょっと暗くやったんですけど、最後はちょっと笑顔で終わらしたいんで、多分そこからが自分の中で勝負の始まりなんじゃないかと思ってるんで、今日は西川口サイファーありがとうございました。イエーイ、ワンホースにもう一度握手ください。かっこよかったっすね。何がカズマね、かっこよかったって。もう、うん、あ、そうか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 。いやコートジボワールに勝ってほしいよ、だってミーハーなファンが多すぎる。ああと始まってましたねいやもうね、基本的に僕この即興しゃべりに関しては撮り直しをしないつもりなんですよね。いかがでしたか皆さん、ワンホース君のライブとても素晴らしかったですね。ラップってヒップホップって素晴らしいですね。ということでですね、いや本当に今回あのカズマのライブは聞かせに入ったというふうに思います。だからですね、これからのまあカズマの、まあ、ある意味言霊をですね、まあ、聞いていただけたかなというふうに思います。で、告知の方があります。今回このカズマこと、ワンホースの凱旋門レコードから、発売になる、新作のミニアルバムの方、これ僕プロデュースと、ラップで参加してますけどもですね、が、7月に、リリースになります。詳しくはですね、詳しくは
ワンホースとあとまさきオンザマイクとかで勝手に検索してください。俺わかんねえよ、わかんない、知っててもあんま告知、わかんない、勝手にやってください。ということでですね、次回埼玉サイファー、今度は4はなんと8月の13日にやっちゃうぜ。あーもっとペン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 、はいはい、8月13日にまた西川口ハーツで500円という価格を変えないでやりたいと思います。僕はこのイベントを守るために先日ディスクユニオンに CD200 枚を売却してきましたよ。リアルヒップヒップホップリアル、まさきオンザマイクちゃんとやってますね。やっぱりいいものを必ず残していきたいんで、でレギュラー陣は今回本当に不甲斐なかったと思ってるんで、もっと頑張れよとね、僕含めてみんな頑張っていきましょう。で見る方もね、あんま構えないで来てほしいんだ。このイベント本当に楽しくて、ヒップホップって楽しいもんだなって、あとヒップホップに限らずあらゆる音楽の人を飲み込んでいける、そういうイベントをね精進していきますので、イベント作りよろしくお願いします。じゃあそもそもねワールドカップも始まるので、この次の放送では前回の埼玉サイファー3のサイファーの模様をお届けしたいと思います。提供は ZIZOKU 地獄レコードでした。また次回お会いしましょう。というわけでもう一回これ再生してくださいね。 Peace out。